宮城野区のマンションで交際相手の首を絞め殺害しようとしたとして58歳の男が逮捕されました殺人未遂の疑いで逮捕されたのは宮城野区神殿の派遣社員宇津達夫容疑者です警察によりますと宇津容疑者は昨日午後宮城野区の50代女性の自宅マンションの一室で 女性の首をコートの紐で締めるなどして殺害しようとした疑いが持たれています女性は首に擦り傷を負いましたが命に別状はありません女性が抵抗したため宇都宮容疑者はその場を立ち去りましたが再び戻ってきたところで警察が話を聞き逮捕に至りました宇都宮容疑者は間違いありませんと容疑を認めているということです二人は交際関係にあり 警察は犯行動機などを調べています。